ウエスト石田洋です、皆さんこんにちは、はい、今日はですねコンサドーレ札幌の選手寮、はい、で僕も3年間入ってたんですけど、はい、島福寮島福楼にかけて島福寮、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、僕しか入れないんで、はい、今日は僕が撮影しながら、うん、ご飯の様子を撮影するのと、はい、アポなしで寮生のおルームツアーもちょっと内緒で、なるほど、でまだ撮るって言ってないから汚い、なるほど、汚いままだと思う、そのお部屋をお見せできたらと思います。では行ってみましょう。はい、よし、ではこんな感じです。ただいま、はい、おかえり、ただいま、はい、おかえり、はい、おかえり、ただいまーす。え、ていうか空まだお前住んでんの？住んでますよ。そうなの、はい、え、まだ3年？いや、俺1年目です。ただいまー、ただいま、お願いします、お願いします、よろしくお願いします、お願いします。こんな感じです。感染症対策もバッチリしています。これ新藤さんがプレゼントしてくれたんです。え、このソファ、まあ、洗濯機買ったりね、そうドラム式の洗濯機買ったり、ユース分も、あ、そうなの、2個買ってもらえます。すごいね、このソファも。もうちょっと全部直してもらおうや。じゃあつけてもらおう。おちさんです、よろしくお願いします。あ、ウエストやってる、静かなウエスト、静かなるドンってしてる。見てください、今までの寮の歴史がこの写真に。僕もいますよ、ほら。あ、小頭選手、久しぶりです。ポーズはまあ、いろんな今までの選手たちの写真があります。あ、タクロです。ウエスト、ウェイです。はい、どうも皆さんこんにちは、西大吾です。あ、違うなお願いします。これなんでユニフォーム着てんねこれウェイス。あ、これはいっぱい写していいっすよ。何、ゴタコチャレンジなんすかこれ。ソヨシは、ソヨシ同じ服着てる。え、これやっぱ、え、いや、これしか服持ってないんです。好きだねこれ、これしか持ってないです。何、ソヨシのスターメン、ポールスミスだ。カメラはウェイス。じゃあ一発予約でカバーして。いや本当にやばい。やっていいですか。編集で面白くしてくれるって。いきます。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手はチョキで、左手はパーで。パチンガス、パチンガス。どうですか、ダメさんどうですか。厳しい、コンプラ厳しい。じゃあ西野がやってない、やってるわけじゃないですか。ないんで、うちは。じゃあどうぞ。チンチン出してもらっても全然いいから。ウェーズ、ウェーズ、ウェーズ。マイケル・ジャクソンが色をやった。アウ。どうですか。ダブダンスじゃん。ダメですか今。マイケル・ジャクソン見たことないでしょ。マイケル・ジャクソンの動きやって。これです。で、カズダンスは。カズダンスやってみて。同じじゃん。じゃあそのダンスがカズダンスだってみんな言うじゃないですか。じゃあパチンカスのダンス踊ればいい。何ダンス？でも田植えが好きかも。田植えって何？一番笑ってるかも。田植えはもうさ、サッカーの試合で、ラストプレーでゴールを外した選手。ほら、おー、高評価。視聴者さんに決めてもらおう。あ、どれが一番いい。そう、パチンカスとキングカズさんとキングカズじゃない、田植え、ジャクソン、ジャクソン、マイケル、マイケル。ちょっとパチンカスダメです。なんでだよ、だってお前行ったことないし想像でやってんだもんね。コンプラに、コンプラに今怯えてる。いただきます。豚何巻き。そうなんや、マジでやばいっすよ、これうまい、これマジでうまい。いただきます。これしかもあれやね、ビルは無料でしょ。そうっす、無料で食べる。買わせていただいてます。いただきます。これです。これマジでやめて。これっすか、肉わかる。今日は寒いので揚げだし豆腐が。見てください、この顔あったかい。
揚げ出し豆腐で食レポお願いします。いただきます。次に石戸の食レポ。これチーズとシソ巻いてて、すんごい疲れた体に癒しが入って、長い長い長い。で、僕の味噌汁、味噌汁、味噌汁、味噌汁でいくの。これ赤味噌っすよね、おじさん。バリバリ白味噌だから。あ、でもなんか白味噌っていう感じの味と、やっぱこの野菜とこの油揚げ混ざってて、かなり優しい味がします。うまっ。食べてない。食べる前に、食べる前に。早くね。うん、あと間に早くね。兄弟何人？関係ないっす。奪い合うから。あ、そういうことですか。スピードが上がる。仕事できるやつは早いらしい。マジでできる。遅いんすか？うん、10分ですけど、1人で2時間ぐらい。West West。誰が好き？いや、先輩。あ、みんな好き。メガランキング1位は、青木ひろさん。ヤミトユー。ヨダ君は1位。じゃ硬いね。みんな。感情一致で1位。ヤミトユー。ヨダ君。後半にすごいよ。スマホ隠したりとか。ハマチョですね、ハマチョ。でも、好きになっちゃうよ。確かに。好き。サッカー情報。やばい。うわ、そういうのだ。でもそういうのをやった後に、あの、飯とかも連れて行ってもらいますか。ゲーム引きっす。DV カレンジなんだ。いや、気持ちあるね。優しいランキング入りました。葉月くん、俊太くん、不在ランキング、不在ランキング。はい、つよしくんとかいるんだよ。はい、みんな好きです。気まずいランキングじゃまだ気まずいっす。まだグイグイいけない先輩ランキング。そしたらグイグイいけない先輩ないかも。ないかもも問題じゃね。俺じゃあ、前回は誰だろ。何個目だと思ってんの。これ1周ぐらい。いや、素晴らしい。ユリさん、素晴らしい。この中これ2周ぐらいですかね。やりすぎだ。4周。なれば。あ、来てましたか。大丈夫。おめでとう。もう必要ないんだ。めっちゃ急いだ。全然これ映りたくて。めっちゃ急いでゲスト最後全員嫌いな先輩ランキングに何それ俺ら頑張って言った。ガチ。ちょっと待って、嫌いっていうか、まあ、気まずいみたいな。気まずい。でも言ったんすか。気まずい。嫌いはいないと思うから。嫌いはおらんす。気まずい。ちょっと吉明さん違う。でも今のこれはでもさちゃうやん。でも言ったやっぱり報告食べる。使う前に限らず見ないことを祈ってた方がいい。ほんまに言ったんすか。これから美味しいね。騙されたってこと。はい、はい、怖いのがいいです。怖いじゃん、たくまくん。その怖いはまた別じゃない。怖い、危うさ、儚さ、儚さではないです。切なさ、切なさ、深くないです。プラは俺はいないです。これ島不良飯あるある。背中どうするか下が浮く。ちょっとご飯入れようとしたらここがこうなったりする。いただきます。いただきます。そらめっちゃ頑固らしい。頑固じゃん。頑固じゃないっすけどね。俺相談とか乗ってたりとか結構3人でなんか話すんですけど、そのそら君の問題に対してめちゃくちゃまあ、2人なりにアドバイスするんですよ。まあなんか自分が答え決まってるのに一回相談して違う意見だとしてももう決まってるから、絶対その最初から意見が変わったことがないですね。アドバイスして、まあ、あんま盛り上がんねえ。そうっすね、やめましょう。そうなの、頑固いなんで俺が滑ったみたいになって誰が友達だったんですか。誰が友達だったんですか。誰かもしれない。みんなやったの。コメント欄に誰の食レポが一番良かったか。小林さんなんで怖いの。はい。これ塩コショウとタレあるんですよ。2種類あるんですよ。で自分味濃いのあんま好きじゃないんで塩コショウだけにしてもらってるんですけど、これでも味割と濃いんでご飯めっちゃ進むし、野菜も入ってるんで栄養バランスはいいかなって。一
っぱい食べる飯ご飯もええんちゃうかなって思いますね。最下位空と晴れるぐらい空はうまっこれと晴れるぞガチ悔しい。よし行くぞ。じゃあ抜け打ち。ダメダメ。よしよし行こう行こう行こう。チェックチェックチェック。本当にダメ。ミシロは掃除したらしいです。僕マジでもう一番汚い状態ですって言った方がいい。いやマジで汚いな。ピカピカです。いやもう今だって掃除したんです。今ちょっと一回ダメだよ。ダメだよ。通さない。絶対通さない。空の部屋から行こう。ああ終わったこれね。ちょっと押さえて片付けるから。一回ちょっと危ないから。一回大丈夫大丈夫。これやばいわ。山ちゃん田中ひろむ。これはいけないでしょ。田中ひろむ選手の部屋です。です。